もう食べられちゃうよ、石本さんが。危ない。あ、もうダメだ。これどういうこと？これで合ってんの？今めちゃめちゃ食べられてます。人魚みたい、人魚みたい。セクシー。これで合ってんの？合ってる。合ってます。じゃあこれで話しましょうか。では、もしもサメに食べられそうな人とサメがお互いウィンウィンになる方法を話し合ったらです。はい、わーサメだー。サメさん、皆さんちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。いや、なんて言うでしょうね、僕ね、いい案あるんですよ。いや、僕食べよりよりもサメさんにとってよりいい案があると思うんです。だから僕のことを今食べないで僕の話を聞いた方がいいんじゃないかって僕思うんです。顎取れそうなんだよ。顎取れそう。開いちゃってるからさ。大丈夫です。じゃあ何言ってみんな。顎取れそうだけど器用に喋ってるから大丈夫です。本当？全然大丈夫です。言ってみてよ。自分なんかよりももっと美味しいやつ知ってます。誰コミヤってやつ。あ、コミヤ。え、どんなサイズ感なの？コミヤっすか、自分よりも全然でかいっす。マジか。しかも、油乗ってます。俺ね、黒豚っての食べたことあるけど、それよりうまいかな。黒豚よりうまいっす。ほんとかよ。全然ない。ほんとかよ。じゃあコミヤ連れてきたら許してやる。コミヤ連れてきたらいいっすか。コミヤ連れてきたらいいっすか。コミヤ…おい、あ、コミヤ来たな。コミヤ来たっす。コミヤ来たな。おい、コミヤ口に入るんだよ。はい、いただきます。おい、まじいな。おい、食えるとこねえよ。どちらかというとはみ出てるし。こいつでかすぎて。すいません、ちょっとでかすぎましたね。でかすぎる。ね、でかすぎましたね。ウィンウィンになる方法ないのかよ。そうっすね。コミヤ食べるって、お前も食べるでいい。じゃあ、それで。じゃあ、オッケー。いただきます。はい、ありがとうございます。カオス。合ってんの？これは合ってんのか、ね、これディスカッションになっとる。ディスカッションになってんのかどうかわかんないですけどもね。はい、はい、こういうことでよかった。こういうことでよかったんですけど、食べなんか俺おいしくないんだなと思ってちょっと。なんか傷ついてる。なんかこうやって。おいしくないのか。食べ的にはね。結果そんなに食べられなかったってことでよかったじゃない。そうよ。そうよ。なら大丈夫。そうそう。そうです。これは何ですか？これは、お、完全に怪しいですよ。怪しいですね。不審者。何この毛みたいな。どうなってんの？あ、ここから見ると？あ、そういうこと？うん。大きいのとちっちゃいのってことだ。あー、やりましょう。やります？うん。あの吹き矢は関係ないのね。吹き矢は…もう、矢を止めているように見せる。矢を止めている？手取りか。こういうこと？そういうことだね。うん。前じゃ止める気がないらしいよ。あ、わかりました。じゃあ行こう。うわー、なんか気持ち悪い、この室内。だからこれ、そういうことですよね。こういうことですね。うわ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 。あ、こういう感じか。なるほどね。でどうなってるの？だから、あれ？これはどっちがどうなってんだ？好きです。俺がちっちゃくなってんだよね。どうかしら。すごいな。見たい見たい。でかー。下田さんでかー。おー、でかー。すごい。ほんとだ。こんななるの？え、ま、逆は？逆は？でかー。面白い。すごい。面白い。でもなんか平行感覚がおかしくなりますね、この部屋ね。そうね。うん。なるほど。
さあ、そしてあれですよ、天狗様。天狗行く？うん。天狗これはどうやって遊ぶんだ？あ、天狗様はですね、はい、障子を突き飛ばしてカラス天狗がやってきた。すごい勢いで突き飛ばされた杖をかわせるかなっていう。あ、戦ってるわけですね、これね。これだいぶアクティブな動きしてるけど。いや、そうそうそう、これは厳しくない？でも、いけちゃう？せっかくだからやらざるを得ないよね。なおすごい。あー、写真撮って。撮ります。おいい？いけた？いつになんかアクロバットな。あ、すごい。なるほどね。本当だ、突き飛ばされてる。うん、うん、いい感じでございますよ。いい感じですね。あとはこの子、これが何ですかね。これもなんかもうなんかラスボスって感じですけど。一回これをやる前に一つ言っていい、うん、なんで俺こんなに汗かき始めてる。今日ね、ゆっくりする感じ。ゆっくりするはずじゃなかった、ね、俺そう言ったよ、なんで俺浴衣でもこんな汗かいてるの。汗かいてる。じゃあ行きますか。これは、え、これは何、なんて読むんだ。ジャニラミ。ジャニラミ。ジャニラミの術、壁の隠し穴から現れた忍者にジャニラミの術をかけられてしまいました。ここは一つ金縛りにあった迫真の演技で恐怖の記念写真を撮ってみてはいかがでしょう。あ、あー、でこっちからその受けてるってこと。そう、こことここをこう掴むとめっちゃ押さえてる感じになるんで。なるほど、はい、片手とかで、これ下野さんどういう位置になってるのか今ちょっとわかんないけど、エビ、エビじゃない、エビじゃない、ヘビ、ヘビ。それでは下野さん張り切ってどうぞみたいな感じになってるけど、司会者と蛇使いの人って感じです。そうだよね。島野さん、ジャニラミじゃなくて多分蛇ニラミです。お、蛇ニラミなんだ。蛇ニラミ。なんでそういう細かいこと言うんだよ。なんかちゃんとした情報を伝えないといけないから。なんでそういう細かいこと言うんだよ。いいんですよ。これをちょっと言わない方がいいのかなと思ったんですけど、蛇ニラミって。あとでテロップでなんかこうブブーみたいな感じにしとけばいい。それで今言うんだよ。喧嘩してる。今言わなくてもいいじゃん。喧嘩してる。そうだそうだ。一応。オンで言っとかないと。なんでオンで言うの。なんか注意された感じするな。気におかしいじゃん。ちょっと気になっちゃった。もう下野さんすっごい間違えたみたいな。そうだよ。ちょっと待って。並川さん並みに漢字読めない人。ね、鍾乳洞読み間違えたで同じ。並川さんすいませんでした。こんなところで。こんなところでいじってしまった。すいません。なんと。じゃあ次行く？行きましょう。どっち？向こう？戻るのかな？え？実はここ。え？隠し扉がここ。どこ？これを見つけられないと。このまま放送が終わります。そんなバカな。俺そんな優しくないのかい。そんなこんだけ助けてくれそうな人たちがいっぱいいるのに。脱出ゲーム的な感じ。なんかやってる。なんか怪しい人いる。あの人は、あの人、あの人ダメだよ。あの人なんか、あの人ダメだよ。ちょっと何しあったの今。なんであの人面白そうなことやっちゃうんだよ。あの人さ、そういうところあるよね。ほんとさ、このウォーカーズになる前からもそうなんだけどさ、あの人たまにさ、ゲームとかやるとさ、本気出すじゃん。そうそう、自分が楽しむやつ。ただただ自分が楽しむやつあるじゃん。え、なになに、なになに、あれ、シモンさん。え、あれ、どうした。なんか、あれ、なんかここだけおかしくない。うん、おかしいな。あれ、なんかおかしいな。なんかガタガタ言ってる。あはは、扉なんだ。ちょっと恥ずかしいわ。なんか羽生さんがペタペタしてたところでしょ。本当だよ、ね、え、あ、出れますよ。あ、こっちはこっちでまた違うのね。こっちはなんかまた、うわすごい、妖怪、こっからさらに妖怪がいっぱい、お化け身が出てくると。うん、すごいな。あ、これ鬼と酒飲み。あ、これ、はい、ちょいといい、ちょいといっぱい飲んでいきなよ。赤鬼さんがあなたを誘ってますよ。シミを持つ。どうした、どうした。何、ちょっとなんか、その扉ないよ。ちょっとなんか、ここは隠し扉じゃないよ。せっかくですし、ここはいただいておきましょう。あんまり飲むと酔っ払って赤くなっちゃいますよ。あ、もらえちゃうんだ、これをね。そういうことですね、うん、はい、お、はい、はい、お酒が進みますね。あ、そうそう、いい感じです。お、すごい。あ、これいい感じ。こういう感じかな、こういう感じかな。お父さんに継いでもらってるみたいな。若干
似てます？なんかいや笑った感じなんか。え、ちょっと笑いすぎだろ、おい。そんなに笑う？いや、刃の感じとか。刃じゃねえよ。刃だよ。刃じゃねえよ。なんか似てない。ちょっと待って。ちょっと待ってくれよ。なんか。そんな似てるの？お父さん。お父さん。パパ。実家かな？なんか。うちの父ちゃんちげえ、もうちょっと、もうちょっとほっそりしてるし、あ、てる、あともうちょっと顎が出てるよ。なんかいいなぁ、こんなほっこり写真になると思わなかったわ。確かにちょっと似てる。なんかいいですよね、いい風情感。確かにちょっと似てる。あるよ、お父さん。ねえ、お父さん、何やってるんですか、お父さん。こんなところで、こんなところで。いつから妖怪に。やめろ、うちの父を妖怪にするんじゃないよ。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち、僕たちの限定トークも、声優と夜遊び全シリーズも、全部見ることができます。ということで、みんなも一緒に夜遊びしようぜ。